皆さんこんにちは。今日も、今日は大川彦の堀さんに来てもらってます。こんにちは。これは何ですか？これはですね、あのカラーザンバのご紹介ということで出させてもらってます。望月さん、あのよくあの言うカラージャンバー、一パッとイメージされるのは何ですか？ナイロンのやつね。そうですね、ナイロンのシャカシャカ あのどうしてもこうちょっと安っぽく見えるものが、まあ、世間一般で言われるカラージャンバーなんですけども、これはあの TC の、まあ、あの通常の作業服に使われる、素材で作ったカラージャンバーということになります。こんにちは。これは6号3号ですね、ポリエステル 65% の綿 35% の商品ですね。はい、なんかさ、なんでしょう、折り方がちょっと特徴なんですよね。そうです、あのアゼクラ折りって言って、これもちょっと立体感があって、非常にこう着た時にですね、あの表面感が非常に伝わる、まあ、あの発色のカラージャンバーということで発色性の強いものをあのたくさんつけてるんですけども、まあ、そういう時にこう表面感がすごい出るような、生地を使っておりますね。涼しいんですよね。これ涼しいです、ね、あの夏の生地で、あの通気性もいい、なんで軽く羽織ってもらえるというような商品ですね。これ赤、これ赤です、ね、いいですね。他に色が、他に、色がですね、紺、ブルー、アイボリー、黒、緑とこの赤というような格好ですね。全部で6色。そうですね、はいはい、いいですね。多分どんなところで作ってるんですか、これ。これもう最近スーパーでよく売れてますね。スーパーマーケット、そうですね。で、まあ、あのどうしてもそのナイロンって安くていいって言われる方よく言われるんですけども、ナイロン その独特の色の落ち方というか剥げ方というか、はいはい、いうのがやっぱりこうライトが当たってるところっていうから脱色していって、黄色のその蛍光ジャンバーなんかも、この人なんかこう肩だけものすごく色落ちしてるわとかっていう方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、あの不白なんで、その部分的なその脱色っていうのはちょっと考えにくいなというふうに、最近スーパーでよく売れてますね。そうですね。でこれ背中のなんかメッシュ、パワーメッシュ、これここの部分がですね、はいはい、あのこの部分が伸びるんです。非常に伸びるんですけど、伸びます。でここで通気が良くなる。ここもあのメッシュなんで、はいはい、あの基本的には伸びることを最優先させて、そうですね、そさらにこう、まあ、メッシュなんで、その伸びる素材ってニットが多いんですけども、はいはい、そこだけ分厚くなって、涼しさを阻害するっていうようなことがないような仕様になってます。そういうことなんですね。ほうほう。これは黒？それ黒ですね。これ黒です。ほうほう。ちなみにあのスーパーなんかも意外にこう黒が出てまして、なんで黒が出るかというと、実はプリントを入れた時にですね、こう結構こう発色性の強いプリントを入れてもらって、そこだけこうスーパーの名前なんかがこうパッと目立つような格好で今あの決めてもらってますね。プリント入れればいい感じですもんね。プリントを入れればいいと思いますね。で、まあ、あの赤は割とこう精肉店さんとか、ポケットがこれ逆玉縁っていう仕様になってて、あの非常にこう、まあ、あの物出し入れはしやすいんですけども、ここ蓋ができるので、まあ、物を入れても落ちにくいですよというような仕様にしてます、ね、胸はね1個ついてて、そうです、ね、落ちないんですっきりしてますよ ね、 そうですね、はい、前立てもなくて、はいはい、こんな感じですかね。そうですね、はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。